こちらね、あのゼロスポーツのマフラーですよね。はい。はい。ゼロスポーツにしたのはやっぱりですね、スバルに特化したパーツメーカーで、はい、このやっぱ焼き色ついてて、ツタンっていう。ここがやっぱり私の魅力的なと思ったんで、なるほど、ね、まあ、これにしました。はい。いうことですね。はい。はい。はい、チタンっていうことがね、はい、あの、一つの特徴ってことですね。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとあの、この後ね、あの、エンジンの、あの、マフラーの音をね、はい、ちょっと聞いてみましょうか。はい。はい。じゃあ、お願いいたします。はい。やはりやっぱ車とはですね、はい、やはり恋人だと思います。恋人、はい、はい。かっちゃんさんめっちゃ爆笑してますけど。はい。カットかな。せーの。あらほしませる。はい、こんにちは。アラホーシマンセルです。愛車のこと聞いていいですかのコーナーですね。本日のゲストは、乗下裕次郎さん、はいはい、です。こんにちは。こんにちは。今週2本撮りです。はい。今ね、天候がね、そうですね、もう追ってくれたちょっとゲリラ豪雨的な感じで、そうなんですけれども、まあ、うんですけどね、ということでね、ほんとね、あの、ちょっと心配なんですけれども、はい、どこまでね、ちょっとあの撮影ができるかいうところで ね、 あ、 そうですね、はい、あの、心配なんですけれども、はい、さあ、乗下さんは、はい、和歌山県在住ですよね。そうですね、はい、そうですね、はい、今ね、あの、愛車は S4 を乗られてね、はい、あの、お越しくださったわけなんですけれども、はい、つい先日ね、お誕生日、はい、あ、すごい、ね、ありがとうございます、はい、バイクの日なんですけど、バイクの日ですね、そうですね、はい、なるほどなるほど、あ、ブンブンなんか言うたりもしまして、はい、あ、そうですか、はい、まあ落ち着いたなんか感じで、あ、ありがとうございます、はい、同い年ちゃうか言うてね、ちょっと話してたんですけれども、ね、はい、あの、だいぶ年齢ごまかしてませんか。いえいえ、戸籍上では24ですよ。ですか、はい、そうですか、はい、長渕剛が好きだとか。そうなんですよ、はい、友達からまあまあ紹介っていうか、あ、そうなんですね、こういうのいいよって長渕剛さんの、はいはいはい、まあ、曲紹介してもらって、はい、友達よりも好きになっても僕ライブ、あ、行き過ぎて、そうですね、はい、もうライブも2回行きましたね。そうですか、大阪城ホールで。そうですか、はい、2017、2018年。あ、そうなんですね、はい、いや、これ以上あの話してたら長渕剛の話になるん で、 で、ね、はい、ちょっとやめときましょうか、はいはいはい、またね、ゆっくり話を聞きたいなと、ね、はい、思いますね。さあ、ということでね、あの、ご覧ください、スバルとアンダーアーマー の、 このコラボのね、そうそう、これちょっとアンダーアーマーとの組み合わせちょっと初めて見たんですけど、はい、はい、まあ、私はちょっとあの邪道でね、あの、フォートナイト の、 あのユニクロと の、 あのコラボ T シャツをちょっと、着てるんですけれども、はい、さあ、こんな2人でね、5つの質問ね、ちょっとやっていきたいんですけれども、はい、まだお若いんでね、あの、はい、これまで乗ってこられた愛車はっていう質問になるんですけど、はい、免許はいつ頃取られたんですか。免許はですね、はい、まあ、大学、入学する前に、あ、まあ、取りました。18、はいはいはい、18ですね。あ、じゃあもうすぐに、はいはい、高校卒業して。そうですね、はい、いうことですね、はい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 、もう今の時はどうなんですか。マニュアルですか、オートマ限定とかですか。いや、やっぱり、まあ、はい、あの、父親がやっぱ軽トラとか、はいはいはい、まあ、ミッション車が多いので、ミッションはヘッドって言うて、まあ、ミッション取りました。ああ、そうですか、はい、なるほどなるほど、そうですか。で、これまで乗ってこられた愛車がプレオ、はい、プレオということですよね、はい、はい、プレオの RS リミテッド2という、はい、あの、スーパーチャージャー乗った、はい、ドリアルブルーのいうことですね、はい、これはあの、もう置いてます、まだ貴重ですよ、あれ、はい、いや、でも、まあ、今でも売っちゃいました。あー、ちょっと売っちゃいました。あ、売っちゃいました。さすがに2台残ってないんですか。2台持ちはさすがに、ね、そうですか、はい、はい、あの、きついんで。本当ですか。これに乗る、乗り、あ、それこっちに乗り換える、はいはいはい、あ、そうですか。プロジェクト X の300、はい、スバル360誕生秘話みたいな、はいはいはい、それちょっと感動して、なるほど、もう僕泣いてしまって、泣いてしまって、それでもう、はい、あれですね、もうスバルの車いいんだって大逆にして。なるほど、そうですね、こんな若者います、本当。そうですね、はい、そうですか、はい、それを機に感涙したわけですね。そうですね、感涙して、で、まあ、スバルで、はい、まあ、まあ、30万、40万ぐらいで、あ、まあ、スーパーチャージャーのプレオ RS。 そうですか、はい、なるほどね、はい、はあ、わかりました。で、まあ、そのまま、今の車を購入した理由になるんですけど、はい、やっぱりこのスバルはやっぱあの感動しただけに
もうそのまままたスバル車を買おうとしたわけですか。そうですね、はい、あのまあこれ出たのが、まあ、私は高校生ぐらいだってで、まあ、免許取って、はい、あのちょ新車ディーラーにあの、はい、ちょっとまあ、じゃあ買い物もながら、はい、あの試乗しに行ったんですよね、この S4 、はい、S4 を試乗しに行って、この若者が何を試乗だとみたいなスタッフに言われたか言われてないかはさすがにね、はい、まあまあ言われてないです、ね、言われてないと思いますよ、はいはいはい、それでまあ、あの行かせていただいて、それで、ね、試乗した時のあれですね、やっぱ2リッター直噴ターボの300馬力の G がね、はい、やっぱもう凄まじかったです。だいぶ踏んだんですか、市場で。いやいや、まあまあそんな踏んでないの、ちゃんと、まあ、感じたわけですね。制限速度以内にはまあまあ切り、はい、収まってますけど、はいはい、でどアルバイトを貯めて購入したんで、偉いですね、はいはい、どうですか、あのこの S4 を手に入れて、あの好きなところ。やっぱ好きなところはですね、やっぱそのまあ3つ挙げられるんですけれども、3つ、はい、やっぱこのなんかベテランみたいな答え方ですね。そうですね、はい、これはやっぱこのエンジンですね、やっぱ300馬力のリッターのエンジンと、はい、それでやっぱあのスタイルですね、フォルムがやっぱその素晴らしいっていうことと、はい、まあ、最後3つ目はやっぱまあ大好きなスバルでやっぱセダンっていうことです。セダンが僕好き。あ、セダンね、はい、あ、なるほど、はい、まあ、そう3つですね。24歳本当に、はい、いや、大事に言うんですよ。セダン、はい、セダン好きです。セダン好きですね、はい、ということでね、なるほど。もうあれですか、もうあの親も乗せてあげようみたいな、そんな優しさがなんかこうちょっと感じたんですけど。まあまあそうですね、はい、まあ父親とも、まあ、一緒にあのドライブしてチロルの森の奥さんにも行ったりします。ああ、そうですか、はい、なるほどね。チロルの森っていうふうにちょっとね、はい、あの今言葉出ましたけれども、はいはい、この4つ目のね、はい、あのこの S4 で行かれた思い出の場所に挙げられました ね、はい、長野県にあるところですよ ね、 すね、はい、あの毎年、まあ、今回はちょっとコロナウイルスの影響で、まあ、残念ながらできなかったし、そうですね、ですけれども、はいはい、そこで、まあ、だいたい今全部で1000キロ走って、はい、まあ、父親と交代しながら、あ、まあ、あの走ったんですけれども、いうことですね、はい、それはやっぱ一番この車で、まあ、最長距離といいますか、いうことですね、はい、一番印象に深かった。なるほどね、はい、なるほど、まあ、アイサイトついてるんでね、そうですね、1000キロって言ってもね、そうですね、チューリングアシストで、そうですね、逸脱してもね、はい、あの抑制して ね、警告もしてくれるんで、はい、ハンドルもはずあの離してね、はい、もう2人で話してても勝手に、いや、そう、勝手に走ってくれるっていうね、はい、疲れがないっていう車ですよね、はい、はい、これちょっと最後になりますけれども、はい、あなたにとって車とはということで、まだねちょっとお若いんですけど、はい、今のところどうですか、プレオ、それから S4、はい、乗ってこられて、はい、あのなんかこう車っていうのはどういう感覚であの捉えていらっしゃいますか。やはり車とは恋人ですね、はい、カメラ目線でピシッといきますか。はい、やはり車めっちゃにらまれてる感あるんですけど、はい、こっちあのベテランの上司に怒られてるみたいな。すいません、はい、あの初めてなもん。あ、そうです、そうですよね、そうですよね、はい、やはりやっぱ車とはですね、はいはいはい、やはり恋人だと思います恋人、はい、はい、かっちゃんさんめっちゃ爆笑してますけどはい、カットかないや、ね、あのね、実はね、あの事前にね、あのツイッターのあの DM であのちょっと質問事項投げてたんですよ。で、ね、最初は相棒でありパートナーであるっていう風に言いますっていう風にあの言ってたんですけど、当日変更になったんですよね。はいはい、はい、すいません。これはちょっと違うなと、ね、はい、俺ちょっと言い直すわみたいなね。そうですね、はいはい、まあ恋人であり、はい、まあパートナーですね、やっぱ。なるほど、はい、はい、そうですか。そうですね、はいはいはい、はい、でもね、あの実際の助手席には本当のなんか、そうですね、どうですか、はい、やはり、まあ、まあちょっといないんで、うん、あ、そうですか、まあ、そういう、なるほどね、人の会話を恋人はいないんでということですね。そうですね、まあ、はい、ぜひ乗せてやっぱドライブ行きたいですね。いや、そりゃそうですよ、はい、ね、いい車を手に入れられてるんで、そうですね、ね、助手席が、はい、あの寂しがってると思うんで、そうですね、やっぱいい車を持ったらいい助手席を持たないとこですからね。かっこええ、はい、かっこええ、ね、応援してますので、はい、ありがとうございます、はいはいはい、まあ、決してね、あのちょっとあの天候が悪いんで、そうですね、あの早く切り上げたいとか僕みじんも思ってないんで、はいはい、あの話をね、はい、ゆっくりあのちょっとお聞きしたつもりなんですけれども、はい、ちょっとね、はい、あのこういうあのちょっと天候なもんですから、はいはい、ちょっとあのちょっと早口になっちゃいましたけれども、はいはい、
何か思い残したこととか、もうちょっとなんかもうちょっとこういじったらなんかちょっと面白いことがちょっと出てきそうなんですけど、もう少しいじったら、はい、そうですね、はい、ちょっと緊張して ラーメン好きとかですね。あ、まあ、ラーメンは好きですね、はい、ここね、はい、ね、お昼も一緒にしましたけども、ね、暑かったですね。あ、まあそうですね、ね、はい、めちゃくちゃ暑かったじゃないですか、はいはい、まあまあ趣味がやっぱこうドライブ以外にもやっぱラーメン巡りを趣味の一つなんで、はい、なるほどなるほど、はい、いやまたねいろいろと、はい、長渕剛とラーメンの話はね、そうですね、またツイッターでね、そうですね、また後日ですね、後日ね、はい、ちょっとまたメッセージをいただきながら、ね、はい、いろいろこう発信していきましょうか、はい、それから S4 の方ね、この後ちょっといろいろと、はい、見せしてください。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、乗り下裕次郎さんのお車、スバル WRX S4 をですね、はい、お車を拝見したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、それではね、乗り下さんの、お車を実際にこう見ていきますが、はい、ご紹介の方をね、はい、お願いできますでしょうか。はい。はい、まあ、まずはね、これ GT なんですけれども、グレード、はい、グレードがね、そうですね、はい、GTS と GT2 つグレードがあって、ホイールですね、はい、これホイール、まあ普通の GT の、まあ、純正ホイールで、まあ、レガシー、今のあのレガシーと、はい、あの GT のね、まあ、流用されてるこのホイールなんですけど、これ、ちょっと他の YouTuber の方 を参考にして、はい、まあ、これあのラバースプレーですね、ゴールドに塗りました。ゴールドに塗られてるんですね、これ。はい。綺麗に塗られてますね。いや、ありがとうございます。はい。YouTube でされてる方の、はい、ものを見ながら、はい。あ、いや、見て参考にして。なるほど。はい。DIY でご自分で、そうですね。されたと。はい。いうことですね。はい。はい。この色が好きだったんですか？やっぱもう、スバルってもう WRC。ああ。そうですね。WRC のラリーカーをイメージして。ということで。はい。これがちょっと、特徴ですね。はい、そうですね。はい。はい、あとはですね、このブレーキパッドです。ブレーキパッド。ブレーキパッドは、はい、この耐熱塗料を使って、ああ。ブレンボ風ですね。ブレンボ風に赤で塗ったのと、はい、で、まあ、このホイールキャップはですね、まあ、オートバックスで、はい、まあ、この、アルミ製の、はい、この赤のやつで、これを統一しました。あ、統一したわけですね。はい。なるほど。はい。はい、そういうこだわりがあるんですね。はい。はい、そして、まあ、ミラーが。ミラーね。はい。ですね、これは。チリレッドの。そうそうですね。STI の。STI のね。はい。はい。カバー変えられてますね。はい。はい。なるほど。これはワンポイントですね。そうです、ワンポイントですね。ねえ、はい、そうですね。はい、ほいほいほい。ですか。まあ、そうです、急にちょっと話が止まったんで、そうですね、はい、ちょっと、びっくりしました。そうですね、はい、そうですね、これ、そしてですね、はい、あ、まあ、これに、24時間です。レースカーですね、レースカーの、まあ、チェイレットを、まあ、はい、イメージして、で、あとはですね、はいはいはい、まあ、ここですね、まあまあ、こう、ぐるっと、やっぱ、マフラーですね。マフラーですね。マフラーは、はいはいはい、ゼロスポーツさんです。あ、ゼロスポーツさんのね。スバルの、はい、まあ、まあ、スバルに特化したパーツメーカー、そうですよね。はい。で、柿本さんとか、HKS のとか、はい、HKS さんとかを、大体、つけられてる方多いと思うんですけれども、僕はそこはちょっと、まあ、独自路線と言いますか。なるほど。独自路線を、やっぱ、はい、貫こうと思って、まあ、ゼロスポーツにしました。いうことですね。重低音ですね。あ、そうですか。はい。なるほど。で、まあ、こちらですね。まあ、内装ですかね。はい。あ、トランクリップ、言わなくていいんですか。トランクリップあ、はい。トランクリップは、あ、そうですね。これトランクリップは、まあ、GT はもともとついてないんですけれども、はい。じゃあ、まあ、これ、中古なんですよ。中古で購入したんです。そうですか。はい。はい、はい。中古で購入して、前のオーナーが多分これが付けられてたんですか。付けられてたっていう感じですね。なるほど、なるほど。で、あ、ここはちょっと、スビーチャンネルですね。マリオ高野さんと妹さん。好きなんですか。そうですね、はい。内装ですかね。内装ですね。はい、はい、はい。ですね。ちょっとこれね。はい。普通、まあ、スポーツなんですけど、ちょっとラグジュアリー性も持ちたいなと思って、ここ。ワンポイントなんですよ。これね、普通の。え、24歳が？あ、そう、カッティングシートなんですけれども。はい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 。なんかトヨタのプレミオとかいうコンパクトセダンみたいな感じでな、ちょっと
なんか高級感ですね。高級感、めちゃくちゃ出てますね。あれですよ、はい、ちょっとあの素人なんでちょっと、ええ、あのシワとかちょっとできてしまってんの。昔のクラウンか思いましたけど。ありがとうございます。はい、そうシワできてるんですけど、ね。シワできてる。あのこっからだったら大丈夫です。あ、大丈夫です。はい、はい、これをやって。あ、そうなんですね。そうですね。ちょっとシックな感じしました、内装。落ち着きありますね。そう、ありがとうございます。はいはいはい。で、エンジルーム。あ、もう行っちゃいます？ああ、そう、すいません。いやいや、あの、ちょっと、あの、すいません。かっちゃんさん大爆笑です。いや、あの、あの、これぐらいしかない内装は、そうですか。いいところ、あ、なるほど。ないんですよ、ね。じゃあ、あの、ちょっと、なかなか。アイサイトはどうですか？よく使われます？アイサイトは、まあそうですね。よく使いますね。そうですか。はい。はい。アイサイトはやっぱね、あの、ケイナワ自動車道って言って、はいはいはい、あの、まあ、自動車専用道路があるんですけれども、はいはい、あそことか、まあ、たまに、まあ、使ったりして、ね。そうですか。はい。はい、なるほどね、はい。よく奈良とかに行くときにね、あ、あの、便利だなと。なるほど、はい。はい。ね、スバルって言ったらね、あの、はい、安心と楽しさをっていうことでね。そうですね。安心と楽しさを、スバル、コンフィエンスインモーションっていうね、そういう、そういうチャッチコピーです、ね。ええ声。はい。ええ声ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。さあ、開けてもらいましょうか。はい。はい、エンジンは、エンジンはもう最後でよろしいですか。エンジン先行きますか。え、あ、マフラーちょっと、あの、ちょっと、吹かしてもらいましょうか。わかりました。わかりました。はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。ゼロスポーツのマフラー音をちょっと聞いてみましょう。では、よろしくお願いします。はい、IS、S シャープで分けて、あの、え？安く、カラオケをさせていただきますので。いやいやいや、あの、はい、そう分けてあの会話させていただきますいうことですね。はい、はい、順番で音だけね、そうですね、楽しんで見て、楽しんでね、行きましょう。はい、分かりました。はい、え、もう3つ分かれてたんですか。はい、 いや手震えてるんですけど僕。あの今2回ずつ吹かしたのは、はい、それぞれ、ね、3つに分けて鳴らしてい、ね、はい、うことですね、はい、分かりました、はい、はい、ということです。はい、はい、で、まあ、最後にエンジンで行きましょうか。はい、はい、行きましょうね。はい、はい、めちゃくちゃ面白い回になってます、うん、これね、今日のためにね、これもう DID っていう DID で、まあ、ちゃんと綺麗にしましたから。あ、そうですか。はい、もうピカピカにね。で、まあ、これは、もうほんま最近、この STI のこのターバー。ターバーね。はい、つけさせていただいて。はい。で、まあ、ちょっとこれ、あの、かっちゃんさんもつけてらっしゃいました、この、プローバーのバイパスバルブですね。うん、バイパスバルブはこの多分下に、あのついてると思うんですね。ちょっと見えないんですけれども、うん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 、これが言うてた下の方、そうそうです、下の方についてあるんと、で、まあ同じく、プローバーの、コールフローボックスですね。はい、こちらあの、まあノーマルと、まあ、付け替えタイプなんで、まあ、ただ形状は一緒なんですけれども、はい、まああの普通、ノーマルはこのプラスチックですね。プラスチックなんですけれども、こちらの FRP 製に変わってます。あ、これが FRP 製なんですね。そうですね、FRP 製ですね。まあ、全部まとめていったら、まあ、タワーバーと、うん、まあ、ゼロスポーツをマフラーと、はい、コールオフローボックス、バイパスバル、プローバーの。プローバーのね。で、はい、まあ、大体まあ、スバルに特化したパーツメーカーの、はい、まあ、引き締めてるという。なるほど、はい。やっぱ違いはありますね。ああいうことですね。はい、今日もあのちょっとツーリングがてらね、はい、あのちょっとこう山上がってくるときにね、はい、あの走行してきましたけれども、はい。はい、まああの楽しいのと同様ね、やっぱり俊敏性というか、そうですね、旋回能力も上がりましたか。はい、やっぱりね、はい、全然ね、やっぱハンドリング、はい、ハンドリングがね、やっぱ。パーバーつけたからですね。だからかもう、びっくりするぐらい軽くなったんです。そうですか。ステアリング。ステアリング軽くなったと、やっぱり、あの踏んだのね、はい。やっぱ、アイモードだったら、あんまどうかなと思えば、S が一番ね、あの、成果が分かりやすいんですよ。そうですか。やっぱ、シュイーンっていう、ね、あの、
空気を取り入れている量ですね、はいはい、多いなっていう感じしますか。なるほど、ドゥルッ、ドゥルルっていうこういう感じですね。これがもうより明白に聞こえるようになっているっていう感じです、はいはい、なるほど、はい、もう車内でもよく聞こえるんですね。そうですね、びっくりしましたよ、はいはい、そうですか、はい、俺のかみたいな、はいはい、こんなに変わるんやなと思いまして。そうなんですね、はい、これからのなんかご予定とか、あのなんかここいじろうかなみたいなありますか。もう少しやっぱちょっと稼いでお金が貯まったら、あのね、まあこれも気に入ってるんですよ。ホイールをまあまあゆくゆくはまあ変えるかなと。色塗ったのね。色塗ったけど、まあまあ気分転換もう、なるほど、ちょっとホイール変えようかなと。そうですね、はい、それかまあ、サスペンションあ、はいはいはい、サスペンションか、まあ、エアロー感じつけたいな。そうですか、はい、なるほどね。あの社外品でもね、はい、あってもなんかかっこよくなるんじゃないでしょうかね。はい、ね、そうですね、はい、はいはいはい、お若いのにいろいろとあの考え方がしっかりされてて、ありがとうございます、ね、はい、働いてお金を貯めて、はい、きちんとまた計画的に、はい、次を考えられてるということで、はい、ね、あの若者の見本ですよね。車離れをしてるこの、状況と見ましたけれども、はい、こんなね、あの乗久さんのようにあの車がねお好きで、ここまでされてるってことは嬉しいことですね。はい、ありがとうございます、ね、はい、クーラント少ないよね。すいません、まだあの追加しておきます、ね、消えたら結構上がってくるんだけど、半分ちょっと少ない。これはちょっと要注意だね。冷却関係プロ中のプロやから。はい、わかりました。ね。はい。はい、まず参考にさせていただきます。はい。入れてた方がいいか。あ、はい、わかりました。はい。いや、よかったですね。はあ、そうですね。はい、あの、ね。はい。まあ、あの、不具合が出る前に、ね。はい、トラブルが出る前に、指定させていただいて、よかったです。はい。まあ、こういう、なんか、まあ、今回は、あの、取材ですけど、あの、オフ会チックな感じでね。はい。いろんなお話してる中で、まあ、こういう日々のメンテナンスみたいな、はい、チックなこともね、はい、お話ができるっていうことはいいことですね。はい。はい。あと、なんか、言い残したこととか。大丈夫ですか。まあ結構もう結構言いました。もう語り尽くしたと思います、ね。いうことで語り尽くした。はい。はい、そうですか。はい、分かりました。はい。はい、ということでまたこれからね、あの進化が楽しみなあの乗久さんでした。はい。はい、じゃあまたね、何か触られたらまた教えてください。はい。はい、ということでね、愛車のこと聞いていいですかということで、あの本日のゲスト乗久裕次郎さん。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォロー、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。